はい、皆さんこんにちは、北村正秀でございます。ギター歴40年、ギブソンのギターが大好きなおじさんです。YouTube でもね、10年ぐらい前から自分の演奏、ギター演奏なんかをこう、アップして、ギター楽しんでいるんですけれども、今日はですね、この自分の YouTube チャンネルで今日から新しい企画を一つ始めたいと思いまして、その紹介ビデオということで、こうやってお話ししております。今日から始まるこの新しい企画のために、昨日我が家に一本ギターが届きました。そちらがね、ここにあり、それがね、こちらにありますんでね、まずはそれをご披露したいと思います。ジャン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 。はい、カードケースが出てまいりました。こちらにね、こうさあ見えるかな、ザーマーチン、マーチンギターですね。あのアコースティックギターの最高峰と言われるこのマーチンのギターが、我が家に一本やってまいりました。実はね、今までうちにはマーチンのギターってなかったんですよ。僕はギブソンというギターが大好きでね、ギブソンのギターはいっぱいあるんだけど、マーチンはね、今家に一本もない。だから新しいここにマーチンがやってきたということで、さあそれでマーチンを使ってこれから何をやるのかということなんですけども、じゃあ開けますね。じゃじゃーん、おー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 、マーチンでございますよ、マーチン。よいしょっと、ケースは向こうに片してと、はい、マーチンでございます。見えるかな、ヘッドにほらマーチンって書いてあるね。うん、ということで、まあヘッドだけ見てもね、なんかもうちょっと全体見たいなってこう皆さん思うでしょうけれども、ちょっとよく見てください。あれ、なんかちょっと違和感というか不思議だなって思う方いらっしゃるでしょうか。ちょっとね、じゃあ比較の対象としてですね、ちょっと比較としてですね、僕が普段使っているギブソンのギターがここに1本ありますので、それと比べ並べてみますね。チャン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 と、はい、ギブソンが来ました。はい、ギブソンとマーチン、まあヘッドの形とかね、模様とかそういうのは違いますけど、そこはともかくとして、この弦の並びを見てください。弦の並びです。こっちがギブソン、こっちがマーチン、太い弦と細い、太い弦から細い弦まで順番に並んでますけれども、並びがちょっとこう逆向きなんですね。これはどういうことかと、ズン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 とこう上げていきますと、はい、出たということで、これ実はですね、こちらのギブソン、僕が使ってる、普段使ってるこのギターはこういうふうに抱えて、こういうふうに抱えて、右手でジャランジャランと左手で押さえると、こういうふうに弾くんですけれども、それに対して今回やってきたこちらの新しいギターはですね、こうなるんですね。はい、右手は弦を押さえて左手で弾く、つまりこれ左利き用の人の、左利きの人のためのギターなんです。レフティーのギターなんですね。さあ、なんでこんなレフティーのギターが我が家にやってきたかということなんですけれども、そうですね、まあ、40年ギターを弾いてきて、もちろん大好きだからね、ギターが大好きだからずっとこう楽しく弾いているんですけれども、まあ、長年やってるとね、こうなんていうのかな、こう上手くなっていく曲線っていうのが、こうその40年前の中学生始めた時なんていうのはね、もう本当下手くそなんだけれども、毎日新しいことを覚えていく、こうぐん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 、こう昨日できなかったこれが今日できた、また新しいことができた、ズンズンズンって、こういうね、日に日に上手くなっていく、この楽しさがあったわけですよ。ところがこれがね、1年2年3年5年10年20年30年ずっとやっていくにつれて、このこう登っていくこの感じがね、こうだん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 こうなってきて、もう40年も経って、自分も50代とかになると、もう、まあ、ほとんどまっすぐというか、もう下手したら落ちていくみたいな、こんな感じになってる。もうなんかね、いや楽しいんですよ、もちろんギター弾いてて楽しいんだけど、こう日々新しいことを覚えるとかね、なんかもう、あ、こう新しいことにこう気がついていく、そういう感じの楽しさはね、こう
なかなかここまで来るとね味わえないということで、あのぐーっとこのあの感じをねこうもう一度味わいたいなということを最近ちょっと富に思っておりまして、でふっと思ったんですよ。あれ左利きのギターだったら俺は初心者に戻れるんじゃないかということでですね、はい、ということですね、何をやりたいかと言いますと、じゃん、レフティギター3ヶ月チャレンジ。はい、ギター歴40年のおじさんがですね、レフティのギターを手にすることによって初心者に戻って、そこから3ヶ月でどれだけギターが弾けるようになるのか、そういうことにチャレンジしたいなと、思うわけでございます。で、目標、3ヶ月で弾き語りの曲をね5曲マスターしたい、弾けるようになりたい、そこが目標です。何の曲をやるかということで、まあいろいろ考えてたんですけど、ちょっとね YouTube でいろいろ見てましたら、YouTube 今 YouTube でねギターの上手い方がいっぱい初心者向けの講座とかやってまして、そういうのを眺めていましたら、滝沢勝谷さんというね、YouTube の世界では有名な方みたいですけれども、滝沢勝成先生がですね、初心者はアコギで、初心者はこれを弾けシリーズというものをYouTube の動画をアップしてまして、しかもコード譜までね、無料で公開していると、まあ、これはありがたいなということで、その滝沢勝成さんの初心者はこれ弾けシリーズでセレクトされている曲を、その中から持って5曲選ばせていただきました。まあこんな感じですね。まあ初心者の人でも比較的弾きやすい曲目、そんなに難しいコードとかが出てこなくって、でまあテンポもゆったりした曲が多いと、そんな感じで、まあだんだん順番にねこう難易度が上がっていくという感じなんですけれども、まず1曲目が中島みゆきさんの糸、いい歌ですね。結婚式の定番ソングでありますね。で2曲目が、福山さんの桜坂、これもなかなか渋い曲ですね。そして3曲目はちょっとポップになりますね、スピッツのロビンソン、これもね懐かしいっていうかいい曲です、大好きな曲で。そして4曲目が、今大人気ですね、あいみょんさんのマリーゴールド。そして最後は福山さんの、スピッツも歌ってました、世界に一つだけの花と。まあこんな感じでですね、3ヶ月後にはこういった曲が、左利きで弾けるようになっているのかどうかということで、これからやっていきたいと思うわけでございます。じゃあねちょっとどんな感じになるかパラッと試しにやってみたいと思います。こんな感じでね、途中難しいコードもちょっと優しいフォームで、抑えられるようにとか、そのあたりなんかもすごくこう初心者向けに工夫されているコード譜がねあるんですけれども、じゃあこれをね早速ちょっと左のギターでやってみようじゃないかというか、あごめんちょっとその前にこれ爪を切らなきゃいけないね。ギター弾く人って右手と左手で爪の長さが違うんですよ。見えるかな。こっちが左手ね。僕は左手で、弦を押さえる。左手は弦を押さえるので爪がすごく短く切ってあります。わかるかな？反対側から見たら爪は見えない。こんな風に短く切ってあります。右手はね、僕はギタリストとしては右手の爪は短い方なんだけれども、でも左手に比べたらちょっと長い。反対側から見ると爪がかすかに見える。見えるの分かるかな？
これもでもこのくらい伸びてるのも弦を押さえるにはちょっと邪魔なんですよね。ほら左手のこの弦を押さえる方は爪がすごく深爪状態ぐらいまで切ってあるでしょ。でこっちはほらこのぐらいね、ちょっと軽く伸びてる。この軽く伸びてる、うん、まあ右で弦を弾くにはこのぐらいがいいなと思ってちょっと伸ばしていたんですけれども、うん、左手で左用のギターこう押さえるとなるとこの爪も切ってしまった方がいいんで、じゃあこれからちょっと爪切りでパチパチ切っていきます。はい、切りました。どうでしょうか、じゃじゃんと。わかるかな、さっきはこの爪の向こう側に肉が見えてなかったのが今肉が見えるようになりましたね。これだと右手とまあ同じぐらいの短さになったということで、これなら抑えられるんじゃないかということで、さあそれでは、左のギターをどうなるんでしょうね。待って、足をだからこう組むね、こっちを組むのね。それでこうなるのね。あ、ちょっとチューニングがあれだね。チューニングします。チューニングはこういうチューナーを使って、チューナーは右利きも左利きも関係なく同じものが使えるので。あ、ちょっと低いね。上げる、弦を上げる、音を上げるにはどっちますかこれ。これ下がってる、こっちか、あ、こっち、こうやって入ったと、これは OK。 お、低い。これね、これどっちに回すの。はい、合いました。いや、チューニングするだけでも大変だね。うん、まあ大体 OK でしょう。じゃあさっきの、中島みゆきさんの糸、最初のコードが G ってあ、そうか、なるほどね。うん、あのね、今こうやって見るじゃない？ G のコードを抑えるにはどこを抑えたらいいのかっていうことは、イメージ、頭の中でイメージとしては見えてるんだけど、そこに指を持っていくのにはどうしたらいいのっていうのが、だから、ここ、あ、か、薬指がここに一番上に来るのね。薬指がここに来て、ここが中指で、一番下は小指、こういうふうに、あ、こんなふうに押さえる。うわ、こんなふうに押さえる。すごいね。これで、うわ、結構痛いです、指先が。うわ。Bmで、こうか。うわー、これすごいね。これ弾けるようになるんだろうか。ということで、もうこれ本当に全くのズブの初心者でございます。こう左のギターに、レフティーのギターになった瞬間に、もうこんな
素人に戻るということでね、うん、まあこっちだったらね、このぐらいね、やっぱりね、まあ、40年やってますからこのぐらいはパラッと弾けるんですけれども、これがもう左になった瞬間にえらいことでございます。さあ果たして3ヶ月でどこまで弾けるようになるんだろうか。まあ自分でもちょっとね今ねこう何にもできない状態っていうことに対してある意味ちょっとワクワクしてるっていうかね、あこういうところからやるんだ俺っていうね、なんかこう楽しいことが始まるぞっていう感じでこう思わずこうムヒヒヒってなってるんですけれども、まあこんな感じでですね、3ヶ月やってみたいと思いますので、ぜひ楽しみにご覧いただけたらと思います。まあ予定イメージとしては週に2回ぐらい、途中経過の報告ビデオを、YouTube の方にアップできたらいいなと思っております。まあどのくらいのペースでこうねなっていくのかというところは全くわからないので、毎日のように上げてもね何も変わらないっていうこともあるかもしれない、まあ、とりあえず週に2回ぐらいというイメージで考えていますので、まあできましたらですね、興味がある方は、チャンネル登録をして、これからどんな風になっていくのかということを見守っていただけたらいいんじゃないかと思います。それでは、これからも一つよろしくお願いします。どうもありがとうございました。じゃあな。